で、渡辺さん、今のこの足幅でっていうのは、やっぱりかなり上級者の方は確かにこれもいいんですけども、身体能力的な育てるっていうことがあるとね、5センチずつ開いてるんですよ。そういうことです。で、このぐらいでいいと思います。で、このね、来るときにギリギリまでこう我慢してください。最後までポスチャーを保つんで、ここに手が触れたら、いきなりバックスイングなんですよ。これね、スイングのその自分たちのインストラクター教授の中にちゃんとサドンディストロングバックスイングちゃんと書いてあります。で、だからなんとなくこうやるんじゃなくて、ここに来たらいきなり場面転換です。目線なんですよ。で、そしてさらに一回握ってみてください。で、傾ける。この時にぐわっと手首ごと巻いてください。このぐらい巻いてください。こういうのなんていうか、ディープグリップ、深いグリップなんですね。で、顔を反らず、ここ。で、ここを覚えておいてください。で、お腹を入れる。で、この自動といて、そうです、そうです。で、これでね、5回いきましょう。で、呼吸を強く、ね、パンチと同じと思って、パンチ打ったらすぐに吸わなくちゃいけないじゃないですか。いきましょう、5回。2、3、4、5。素晴らしいです。いいですね。最後もね、減速じゃなくて加速でバーンと飛ばす。本当飛行機の着陸なんですよ。3回だけやってみましょう。呼吸を強く。ギリギリまで待ってください。ギリギリまで待ってください。お尻を壁と押す。ギリギリ待って待ってから。いきましょう。3回。そう。壁の。あと3回。1、2、3、最後、加速。そう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 。いや、すごい。